突然ですが皆さん、秋田弁のこの意味知ってますか？もんぞまたはもぞ。何よこの言葉。日本語はないよね、もんぞって。聞いた時もテレビとかでは聞いた時はありません。もんぞです。秋田県に住んでる人ならもうこの時点でわかると思いますけれども、このもんぞ、まあ、またはもぞですね、この意味が、ネットで検索すると3つの意味あって、まあ、無双空想っていう意味と、あと寝言、無我夢中、この3つの意味あります。まあ私が知ってるもんぞ、まあ大体こういう感じだなって、私ももんぞって使うんですけど、私は3つ目の意味、無我夢中のことを結構もんぞって言いますね。なんかもんぞになってなんとかするみたいな、あれもんぞなってたっけみたいな例文を作ってきたので、ちょっと発表させてください。皆さん聞き取れますかね。いきます。全部秋田弁ね。でその中にもんぞを入れた例文を話します。あのわらしだばもんぞなって走ってたっけ。もう一回。あのわらしだばもんぞなって走ってたっけ。なんかわかんないですけど、まあ地域のおじいちゃん目線かな。もんぞなってね、子供がめちゃくちゃ走ってたんでしょうね。それを見て、あのわらしだばまずもんぞで走ってたっけ、もんぞなって走ってたっけって言うっていう、こういう使い方です。あ、意味わかりますか。地域の子供を見守るおじいちゃんが、あの子供は無我夢中になってどっかさ走っていったっけっていう、どっかさ走っていきましたよっていう言い方ね。これ伝わるんじゃね、普通にわかるんじゃね。もう例文2つ目もあります。キンナネデラドギア、一番下のガギモンズなってないで大変だっけ。わかります？これが昨日、まあ、お父さんお母さん目線かな。それお父さんお母さんが子供のエピソードトークをしています。昨日寝てた時、一番下の子供、まあ次男とか一番下の子供ね、一番下の子供が寝言を言って泣いて大変だったっていう例文なんですけど、キンナネデラドギオ、一番下のガキモンズなってないでよ大変だっけっていうエピソードトークですね。何このエピソードトーク。そう、モンゾ、まあ、またはモゾね。一番下のガギモゾなってないでらっけ、ね、こういう言い方もします。モンゾモゾ、皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。難しいか。